今回はゴーヤのレシピ3品をご紹介します。ゴーヤは栄養価が高いのですが、あの苦味がなんて方に、ゴーヤの苦味を和らげて美味しく食べるレシピを3品ご紹介いたします。ゴーヤとひき肉のふんわり卵炒めと超簡単にできる豚バラ肉とゴーヤの炒め物、ほぼ苦味を感じない黄色いゴーヤのタルタルサラダの作り方です。それでは作っていきましょう。まずはゴーヤを縦に切り、中の種と綿を取り除きます。ゴーヤを買うときは色が少し薄く、イボが大きめでふっくらしたものを選ぶと苦味が弱いのでおすすめです。種などが取れたら端を切り落とし、そのままスライスします。切れたら塩を一つまみ入れ、軽く揉み込み30分寝かせます。寝かして少ししんなりしてきたら水洗いをしておきます。材料は豚ひき肉 80g、 卵3個、ゴーヤ1本、にんにく生姜大さじ1、青ネギ大さじ1を用意します。卵はよく混ぜ塩コショウをしておきます。鍋に油を入れ、高温に温め、ゴーヤを油通しします。ゴーヤを油通しすることで、表面に油コーティングされて旨味を閉じ込め、苦味を和らげることができます。ですが、油通しするのが無理なら、後で炒めるだけでも OK です。油が180度くらいに温まったら、ゴーヤを入れます。大体10秒くらいで油に通します。油を全部切ります。鍋に大さじ1から2の油を入れ、卵を軽く炒めます。軽く何度か返して半熟状態になったら取り出しておきます。ひき肉を鍋に入れ、炒めていきます。油を大さじ1足し、よく炒めていきます。ゴーヤを油通ししないで炒める場合はここで入れて炒めます。ひき肉がしっかり炒まったら、豆板醤小さじ1とにんにく生姜を入れて炒めます。紹興酒または酒を大さじ2分の1と醤油大さじ2を鍋肌から香りが出るようにして入れます。鶏ガラスープか水を 100cc 入れます。油通ししたゴーヤを入れます。砂糖小さじ1と味の素を少量入れます。
味の素などの旨味の強いものを入れると苦味を和らげることができます。ゴーヤを軽く煮ながら味の確認をします。もし足りないようでしたら醤油を少量足してください。水溶き片栗粉を大さじ2くらいを2回に分けて入れ、とろみをつけます。ごま油を少量入れ香りをつけます。半熟に炒めた卵を入れ、青ねぎを入れます。軽く合わせれば完成です。さらに盛り付けます。しっかりと油でコーティングしたことでゴーヤの旨味を閉じ込め、苦味を和らげてくれます。さらに濃いめの味付けにひき肉のあんが絡んできて、たっぷりの卵がゴーヤを包み込むことで優しい味わいになります。これなら苦味も抑えられてもりもり食べることができますよ。次は豚バラ肉とゴーヤの炒め物です。材料は豚バラスライス 200g、 ゴーヤ1本、生姜みじん切り大さじ1です。ゴーヤは先ほどと同様塩もみしておきます。タレを作ります。オリゴ糖大さじ2、なければガムシロップや砂糖でも OK です。日本酒を大さじ2入れます。醤油を大さじ4入れます。入れるのを忘れましたが、おろしニンニクと生姜を小さじ1入れます。ここから超簡単な方法で作っていきます。フライパンを温め、火力を中火にしておきます。豚バラ肉を入れます。バラ肉は長ければ食べやすい長さに切っておくといいです。火力は中火のままで作ります。生姜を入れます。ゴーヤも全部入れちゃいます。あとは肉が焼けるまで炒めていくだけです。火にします。このまま肉の赤いところが見えなくなるまで炒めるだけです。肉が白くなってきたらタレを入れる準備をします。先ほどタレにおろしニンニクと生姜を入れるのを忘れたので、ここで合わせます。タレを流し込みます。絡めるようにして炒めていきます。しっか
かりとタレが絡んだら完成です。皿に盛り付けます。フライパンで炒めてタレに絡めるだけなので手軽に簡単に作れました。脂っこい豚肉がゴーヤの苦みを和らげてくれて、バラ肉の脂をゴーヤがさっぱりとしてくれます。次は黄色いゴーヤを使ってタルタルサラダを作ります。黄色いゴーヤは緑のゴーヤが完熟したもので苦みが少なく柔らかいです。柔らかく傷みやすいためスーパーでは売られていませんが、家庭菜園で簡単に作れます。スーパーで売られている普通のゴーヤでも色の薄いものを買ってきて常温で 2,3 日置いておくと黄色いゴーヤが作れます。黄色いゴーヤを開くと中から赤い種が出てきます。この種の周りのゼラチン状のものは食べられるのでフルーツのような甘みがあります。これを冷やしてから食べると美味しいです。これをスライスしていきます。黄色いゴーヤは苦味は弱いですが、やっぱり苦味があるので塩もみしておきます。塩を一つまみ入れ30分ほど寝かし水で洗います。さらに熱湯で軽く湯がいておくと苦味がほとんど感じなくなるくらいになります。材料はゆで卵1個、玉ねぎ1/4の1、プチトマト7個、オクラ2本、黄色いゴーヤ1本です。材料は好みでキャベツや人参、きゅうり、ブロッコリーなどを入れてもいいでしょう。細かく刻んだ黄色いゴーヤを入れ合わせます。マヨネーズ大さじ2と塩コショウを少量入れ混ぜ合わせます。すりごまを大さじ1入れます。マヨネーズの油分とまろやかさにすりごまの旨味がゴーヤの苦味を抑えて美味しくしてくれます。さらに卵と数種類の野菜が食感やバランスを良くしてくれます。これで盛り付ければ完成です。これはゴーヤが嫌いな人でも絶対に食べることができるくらい苦味を感じませんのでお試しください。他にも黄色いゴーヤと赤い種をサラダのトッピングとして使うこともできますよ。今回はゴーヤの苦味を和らげて作るレシピを3品紹介しました。ゴーヤの苦味を和らげる方法と悔しいレシピはブログにまとめてありますので、そちらを確認してください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。
よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いします。